ユロングユーロングは中国で発見されたオビラプトル科の恐竜。基地の中では最小のオビラプトル類である。ユロングはジャンクン・エル・フィリップ・カリーラによって2013年に記載された。模式種はユロングミニとされた。俗名は中国語のヨおよび竜を意味ししばしば古代ギリシャ語のサウルスの代わりに使われるの組み合わせである。種商名ミニは 標本の小ささに由来する。ユロングは5体の新タイプで知られる。HGM41-0107 は非常によく保存された全身骨格で頭骨や化学骨も含む。頭骨と首の付け根だけが失われている。HGM41-0108 は下顎骨のない頭骨。HGM41-0109 は 頭骨と下顎骨を含む部分骨格。HGM41-0110 は下顎骨を含む断片的な頭骨といくつかの頸椎。そして HGM41-0111 は左の腸骨である。追加の標本も記載が進められている。26個の卵が残されていた巣から見つかった卵のうちの一つには驚くべきことに肺が保存されていた。 オビラプトル類の全長は1から8メートルの間くらいが一般的だが、ユロングは鶏リ大と記載された。見つかったほとんどのユロングの個体の全長は50から25センチメートルほどで、史上最小のオビラプトル類として知られている。記載者らはいくつかの独自の形質を提唱した。全眼かまどの上部端とくちばしの後ろ側上部端が同じ高さに位置するといったものだ。 系統的には、ギガントラプトルと他のオビラプトルカの間に位置する、派生的な動物とされている。個体発生の段階に関わらず、講師の比率は、肉食恐竜より植物食恐竜により普通に見られ、このことは、オビラプトルカが肉食より植物食だったという説を、多少支持するものかもしれないらしい。ありがとうございます。